こんにちは。今日は金曜日、やっと1週間が終わるところです。やっとっていうのをね、久しぶりに感じた気がします。どうしていたかというと、基本的には勉強をするっていう風に過ごしていたんですけど、その他にもね、ちょっといろいろやることがあって、今週はまあ忙しかったですね。月曜日はお伝えしたように、ワクチンの2回目の接種をしてきて、あとはね、通院が月曜日と、あと木曜日も通院があったので、ちょこちょことね、家を空けることがありました。でね、ワクチンの2回目なんだけど、私ね、熱も何も出なかったし、腕は打ったところは少し痛かったけど、もう2日目にはね、ほとんど痛くなくて、なんか全然副反応ありませんでした。ラッキーなことに。すごいね、それが一番心配だったんだけど、そう、なんか無事終わりました。年齢が関係あるのかななんてちょっと思ったんだけど、何もなかったのでよかったです。あとはね、ブログの引っ越しをしてました。私9年ぐらい前から、2012年からブログをずっと書いていたんですよ。で、何のブログかというと、その公認会計士、米国の公認会計士の勉強を初めてやり始めたのが2012年だったんですね。で、それと同時にブログを書き始めて、自分のその勉強の状況とか、その勉強の内容、その論点を整理したものをこう記事にしたりとかっていうのをずっとやっていて、結構ね、続いていたんですよ。もうずっと書いていて、結構ね、こう読んでもらえるようになったところで、勉強途中で中断してしまったので、そのやっぱりね、その勉強についてのブログなので、勉強してないと書けないんですよね。他のこと書いちゃうとおかしくなっちゃうし、ちょこちょこね、他のことも書いたりしてたんだけど、やっぱなんかね、こう続かないんですよね。で、結局勉強中断してる間はほとんどそのブログを書かずに、中断していました。でもね、なんとなくこう昔の記事を読んでもらえたりとかっていうのがあって、なんとかね、ブログ自体は存在していたんですよね。で、それで、そのブログっていうのがライブドアのブログだったんですけど、それをね、自分のそのワードプレスに引っ越ししなきゃしなきゃってずっと思っていて、なんかね、やったことないし、よくわからないし、やり方が書いてある他の人のブログを読んでも、なんかね、時間かかりそうだし、私できないとか思って、ずっとね、やってなかったんですよ。だけど、それはもうやらないとと思って、っていうのは、今回のこの勉強を始めて、これもね、そのブログにまた始めましたっていうところから、今回こう論点を整理したものとかも書いていきたかったんですよ。だから、どうしてももうブログを引っ越して、ワードプレスで自分で管理していくっていうのをやらなきゃってずっと思っていて、で、それをね、今週なんとかやりました。なんかね、画像とかね、細かい部分の引っ越しはもうね、諦めたんですよ。でも、もう とにかく記事自体をこう引っ越ししなきゃって思っていたので、それはね、無事に終わりました。で、そこにこうプラスして、今の状況なんかもね、書き始めたんですよね。でね、そのブログの引っ越しをして、ブログにまた今の状況をこうアップしてたんだけど、それで、そうだ、だったらその状況とか論点の整理、論点、自分で間違えちゃった論点をこう整理して、理解したものをこう YouTube で配信していこうってなったんですよね、途中で。で、ちょっとお待ちください。はい、今ね、ちょっとね、おでんの具をね、下ごしらえしてます。昨日の夜おでんを作ったんだけど、美味しくて、で、ちょっと前に買ったね、大根とかあったので、今大根と、あとゆで卵を作って、またちょっとおでんの具を足そうかなと思って、あるものはね、自分の
家にあるものは自分でこう作った方がいいじゃないですか。だからちょっと今大根を今下茹でして、あとはゆで卵を作ってました。そう、それでなんだっけ、あ、そう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 、それで、その勉強に関するブログを作って、でと同時に YouTube でその論点整理したものをこう喋る、ひたすら喋るっていうのをねやろうと思って、YouTube のチャンネルをそれ専用の1個また作ったんですよねなんかいっぱい作っちゃってるんだけど、そう、それでもう早速3つかな、今もうアップロードしてるんだけど、まあ、10分ぐらいに、まあ、毎回この自分が取ったノートに論点をまとめて、それを、うん、1回につき1ページずつこう論点を解説していくっていうのを始めました。そしたらね、それがねまたすごい楽しくて、なんか自分ではねもうこの勉強やめようってもう諦めていたんですよ、ずっと。でなんか急にやる気になってやり始めて、でこういう風にYouTube とかで論点をお話ししたり、ブログにまとめて記事にしたりとかしてたんだ。なんかねすごい楽しいんですよね意外だったなと思って、自分でもね気づかなくて、もう本当にもうこの試験は受けることないって思ったので、全てねパソコンに入ってたファイルとかもなんか知らない、捨てなきゃいいのに、私はねそういうの全部ね消去して、まあ紙のテキストはもちろん全部処分してしまっていたので、そうなんか何も残ってなかったんですよね。もう一緒やることはないだろうって思ったんだけど、やってみたらめちゃくちゃ楽しくて、いやなんか本当やってみないとわからないなって感じです。そう、それでなんかね今回この勉強を始めるにあたって全く躊躇しなかったんですよ。迷うことなくお金を払ってコースを申し込んで、そうでどんどん始めることができたんですよね。そう、それに比べてプログラミングの勉強に関してはすごいね不安だらけ。やっぱりねこうやったことのない業界だからっていうのが あるので、こう見えないものが、見えない不安がこうあるわけですよ。だからなかなかこう思い切りがつかなくて、なんかコースとか学校とかも大体決めてはいたんだけど、全然こうなんていうのかな、お金払ってコース申し込むっていうところまでできなかったんですよね。そう、今回はねなんかすごいやってみて楽しいなって思いました。だから本当ね、ちょっとでもね気になったら、とにかくやってみた方がいいなって、もうこれね何回もこの1年ぐらいでお話ししてるんだけども、本当にそうで、何かちょっとでも気になったことはとりあえずやってみるっていうのはものすごく大事だなって思いましたね。自分でもねもうこの勉強やらないって、一生やることはないだろうなって思ってたのに、やってみたらこんな楽しいし、もしかしたら私これをやりたかったのかなってまで思ったんですよね。そう、だからぜひなんか皆さんもやりたいことがちょっとでもあったら、ぜひぜひやってみるといいと思います。ね、自分が想像してたのとはこう違う方向にこう行ったりとかってするんですよ、大体。そう、だから自分で頭の中で考えていることのようになるのはね稀で、そう、全然こう思いもしなかった方向にこう進んでいったりするかもしれないので、まあ、やってみるといいかなって思います。トライしたことが全て、全部が全部そうなるとは限らない。やってみたら面白くなかったとか、やってみたら大損したとか、なんかまあそういうこともある、もちろんあると思うんですよ。だけどやっていくうちに、そうこう、うわすっごい楽しいこれっていうのが絶対見つかると思うんですよねなんかめちゃくちゃ今回はやってよかったって思っています。まだねこれから試験に合格しないとまあ何とも言えないんだけど、そう、そんな感じでちょっとね楽しいので、この楽しい気持ちに乗っかって進んでみようと思います。
はい、では今日はちょっとね、そんなブログの引っ越しとか、YouTube のチャンネルを作ったりとか、いろいろそういう準備をしてたので、今週はね、勉強が終わってから夜中とか、昨日はね3時ぐらいまでなんかそういうことやっていたんですよね。なんでちょっとね乱れてるので、ちょっとこの週末でリセットしてまた頑張りたいと思います。今日はねこれから、ちょっと勉強してからお孫ちゃんを迎えに行きます。連休なのでね、いつまで預かるかわかんないんだけど、はい、皆さんも良い週末連休をお過ごしください。では今日はこれで終わりにします。さようなら。はい、今日火曜日のランチです。しめじとベーコンのクリームパスタです。はい、夜のご飯です。火曜日の夜です。カジキマグロのムニエルと付け合わせにジャガイモとしめじのソテーです。はい、今日水曜日のお昼ご飯です。今日は冷蔵庫にあるものでチャーハンを作りました。あとはリンゴ、はい、これからいただきます。はい、今日火曜日の夜のご飯は今お弁当買ってきました。塩麹漬け豚ロースの生姜焼き弁当、これね結構美味しいんですよ。そう、塩麹なんですごいお肉が柔らかくて結構気に入っています。はい、今日は9月16日木曜日、今日のお昼はチキンラーメンです。ネギがないので卵だけで、あとはマグロのたたきマグロの手巻き寿司、近所で買ってきました。